初代プリマス伯爵、チャールズ・フィッツ・チャールズは、イングランド王チャールズ二世と、愛人キャサリン・ペックの間で儲けた書子。妹に、修道女になった、キャサリン・フィッツ・チャールズがいる。その後、ペックは、サー・エドワード・グリーンと結婚したが、二人の間に、子供はいなかった。1680年、タンジェ中流軍に従軍している最中に病死した。1657年頃に、 イングランド王チャールズ2世と愛人キャサリン・ペックの間の諸子として生まれた。イギリス国外、おそらくスペインで教育を受け、ドン・カルロスのあだ名で知られた。1675年7月28日、ダートマス男爵、トットネス子爵、プリマス伯爵に異された。1678年9月19日、初代リーズ公爵、トマス・オズボーンの三女ブリジットと結婚した。 二人の間に子供はいなかった。詩人トマス・オットウェイの友人であり、フランドルでの騎兵連隊に、コルネットとして入隊するための事例を汗腺したという。また、友人の第三代マルグレーブ伯爵ジョン・シェフィールドが、アン王女を支持した角で、イングランド領を単純に派遣されたとき、彼を追い払うためにわざと水漏れのある船で派遣したと、されたが、プリマス伯爵は、 危険を察知しつつ同行することを堅持した。アラウィー・朝もモ個のスルタンムーレイ・イスマー・イールは1679年にタンジェを奪取しようとして、包囲を試みたが、失敗に終わった。翌1680年7月13日、国王所有連隊が第二タンジェ不評連隊として設立され、初代連隊長にはプリマス伯爵が就任した。しかし、プリマス伯爵は、 数ヶ月後の1680年10月17日に、タンジェで死去。イングランド軍は、イングランド領タンジェを放棄して撤退することを、余儀なくされた。プリマス伯爵の爵位は断絶したが、2年後に、再創設され第7代ウィンザー男爵、トマス・ヒックマン・ウィンザーが除された。プリマス伯爵の遺体はイングランドに運ばれ、1681年1月18日に、 ウェストミンスター寺院に埋葬された。未亡人ブリジットは1706年にヘレフォード司教フィリップ・ビッセと再婚。1718年5月9日に亡くなった。ビッセは家婦になり、ヘレフォード制度でブリジットの記念杯を設置した。ありがとうございます。